グレートベアーズ TV をご覧の皆さん、こんにちは、小林です。さあ本日はですね、第24回全九州大学バスケットボールリーグ戦第3節の模様ですね。九州産業大学グレートベアーズ対東海大学九州、こちらの試合の模様をお届けいたします。さあね、王者東海大学九州にグレートベアーズはどういったバスケットをしたんでしょうか。さあそれでは行ってみましょう。どうぞ。はい、それではスタートいたしました。ここでまずね、スティールが出てますね。積極的にディフェンスした K1X 選手、上田純喜2年生がそこのレイアップを決めてきました。はい、ここでですね、シューターの金丸が難しい体勢から打ってくるのを、アントニー、比嘉アントニーがね、ここはね、よくオフェンスリバウンドをね、取りましたね。これはね、いい取り組みですね。はい、そして、この場面も、金城から筑紫野の強肩がね、こう、エビゾリになりながら決めてくるんですよね。ここはね、強肩、うまく決まりましたね、安藤。はい。で後半ですが、鈴木がスリーポイントを決めてくる。鈴木のね、このスタンディングからのスリーポイントっていうのはね、彼の、ね、得意なプレーの一つですね。はい。そしてここは、ポイントガードのヨネス、2年ヨネス西大村のレイジョンロンドはジャンパーを決めてくる。さあ、この日もね、ポイントガードのヨネスがね、ジャンパーを決めてきました。はい。そしてここは、ここもですね、前半と同じように、K1X 選手、上田はこう今ね、ちょっとタイミングを外してレイアップ決めてきましたね。林選手の、ね、やっぱサイズをちょっとタイミングをずらしてうまく決めてきましたね。はい、ここでね、東海大学九州にやはりここを速攻が出るんですが、行かないと思ってパス、玉井選手パスで、長野選手、玉井選手完全フリーで決めてくるんですね。スリーポイント追い上げているところで結局突き放す、この強さっていうのが、ね、あるんですよね。追い上げでいいムードを完全に東海大学九州が断ち切る、これの繰り返しなんですよね。2桁差なんですよね、ここで。はい、つってグレートベアーズはまだまだ反撃します。ここもジャブステップからそのままジャンプシュート、あ、ジャンプじゃないですね、セットですね。鈴木はスリーポイントを決めてきます。はい、ここでワンオン得意なアレックスがレイアップを決めてくる、まあね、うまく決めてくるんですが、もう時間が第4クォーターないんですね、終盤。はい、そしてここで無情にもタイムアップ、63対71でグレートベアーズは敗れてしまうことになります。はい、ご覧の通りグレートベアーズは63対71で敗れてしまいました。まあ、内容に関してはですね、やはり第3クォーター、第4クォーターこの後半になって東海大学九州強いなっていう感じですよね。走ってもう一気にパスで持っていってレイアップ、ジャンプシュートを決めてくる。逆にグレートベアーズはね、そこを決めてこれなかった、そういった差がね出てしまったんじゃないでしょうか。これでですね、グレートベアーズは1勝2敗と負けがね先行してしまいました。さあ、その次のね試合でなんとかタイに持ち込みたいところなんですが、結果はどうでしょうか。次の試合ですね、金谷節の2日目ですね、九州産業大学グレートベアーズ対九州共立大学ポセイドンズ戦、こちらの試合の模様を次節お届けいたします。グレートベアーズ TV、この番組は九州産業大学バスケットボール部公式サイトグレートベアーズオンラインの提供でお送りしました。